キラからお前がゲートに引き込まれたって聞いた時は驚いたぜ。だが間に合ってよかった。あんまり心配させんなよ。とっくにやられてると思ったけど、意外としぶといんだな。あれ？それさっきまで一番心配していた人の言うセリフじゃないよね。そんなことありません。それより、まさかゲートの奥にこんな世界が存在していたとは。なんかとんでもないところに来ちまった感じがするな。よかった、やっとつながった。全員無事のようね。突然いなくなるから心配してたのよ。でももう大丈夫。そちら側からチャンネルを修正してくれたおかげで、マルチスキャナのデータも確認できるようになったわ。映像もノイズが多いけど、なんとか視認できるレベルね。これがキメラたちの世界。大変、近くに生体反応があるわ。ID まではわからないけど、連れ去られた人たちかもしれない。アイリスで確認してすぐに向かってちょうだい。聞いたな、お前たち、行くぞ。なんだかさっきまでより体が重く感じる。正直この空間では何が起こるか想像もつきません。人類にとって未踏の世界ですからね。この感じじゃ市民も長くは持たないかもしれんな。立ち止まるわけにはいかねえ。急ぐぞ。あそこ倒れている人がいるぞ。二人とも目立つ外傷はなし。オリブ、スキャンデータを送る。データ汚染の進行度を確認してくれ。待ってね。汚染度は 5.18、4.86。二人ともまだ基準値以下よ。今連れて帰れば助けられるわ。よし、すぐに移動だ。オリブ、ゲートはどうだ？その辺りに次元の歪みは検知できないわ。さっき戦った場所まで戻るしかないみたい。そろそろ時間切れかしら。アキラ、お前はここでみんなを守れ。あれは俺たちで何とかするしかない。行くぞ。
強制解除コマンドを実行するんだ。急げ。ダメです司令、コマンドを全く受け付けません。なんだと。
よく聞け。人類を救うためにはレギオンの力が絶対に必要だ。だがそれもお前の一体だけになっちまった。今ここで全てを失うわけにはいかない。隊長、それなら俺も残ります。Ugh!